極めて常識的に、まあ、論理的にやるとこういう話にしかならないというのであればですね、直接もう米国政府側に働きかける可能性はあるのか、もしくはもしたこともあるのかをお伺いしたいんですけど、米国政府に対しての働きかけということではなく、私どもはキャンプ富士を除く全ての海兵隊のベースを訪問させていただいて、そのベースの司令官とお話をさせていただきました。で、彼らに、この案を示してですね、どういう反応だったかっていうとですね、グアム協定を維持しますよと言うとですね、本当っていう、要するにそういうベースとなることさえきちんとまだ話し合われて伝わっていないのかなと。いや、もしかしたら伝わってるかもしれませんよ。現地の司令官ですから、その現地の司令官にまでその情報が降りてないということかもしれないし、しかしグアムに移転するための費用は日本国政府はちゃんと支援するんですよということを言うと、本当という反応が返ってきたりしましてですね、まあ、そういう意味ではこの日米同盟を深化させるという意味においては、あらゆるチャンネルでいろんな人がいろんな話をすることが必要なんだなということは感じています。だけど私たちが米国政府と直接ですね協議するとか、そういう立場ではございませんので、あくまでも提案する、そして最終的な行政権限、外交権限は政府にあるわけですから、とにかく総理にですね、国民と一体になってほしいと、沖縄県民と一体になってほしいということを申し上げ続けるということだと思います。知事の松本と申します。このサイパン提案案を実現するにあたって、私ももう一つの障害というのが、その鳩山総理が言っているその決着期限の5月末というタイムリミットを設けていることが、実はその物理的な時間があまりなくされていないという障害かなと思うんですが、皆さん方としてはこの5月末決着にやっぱりこだわるべきなのか、それともその問題解決に向けたこの5月末にはこだわるべきじゃないのか、それどうお考えになっているのか。5月末決着にこだわるかこだわらないかと言われれば、5月末という期限を一つ区切っているわけですから、そこに向けて議論を集約していくということは私は大いに意味があるというふうに思います。でさらにその、あと20日余りしかないから、グアムテニアン案は難しいのではないかということでございますけれども、ロードマップを改定するというのはさほど難しいことではなくて、そのロードマップにはですね、2006年5月1日のロードマップには、その、グアムに、8000人、家族9000人が行きますよと書いてある。じゃあその8000人はどこから行くんですかと書いてあるのは、いくつか基地の名前が出てましたね。普天間航空基地からも行くと書いてあるんですね、ロードマップには。だから普天間航空基地の全部が行くとそこに書いて、さらに辺野古を削ってですね、で31ミルのローテーション展開基地については日米間でもう一度いつまでに協議しましょうねということを入れればですね、ロードマップの改定になるのでですね、そんなにそれこそまだまだ十分時間はあるというふうに思いますし、期限があることが国民の皆さんにもですね、議論喚起になるという意味においては、私は5月末の決着を目指すというのは大いに意味があるというふうに、考えております。逆の違う書き方をすると、皆さん方としてはその5月末決着時間にこだわらずに解決をさすべきだとか、そういうスタンスはそこにならないということでよろしいですか。はい、ちょっと補足
測というか、私の見方をご紹介させていただきますと、5月末ということで総理がおっしゃっているのは、アメリカのちょっと正確に名前は覚えておりませんけど、財務関係の委員会で5月の末には結論を出さなかった。だから日米間の信頼関係の上で総理としても5月末を目指して解決を図っていくということだったと思います。ただご承知の通り、グアム協定が結ばれた時もですね、当時日米間の中で、もしかしたら政権交代が起きるかもしれないと、そういう中でいわゆる日本側の質は大丈夫なのかと、ご承知の通り日米でグアム移転に関してですね、100億ドルの以上のお金がかかるグアムに移転すること、それに対して日本側が約60億ドル負担をすると、こういう約束があった。これは政権交代をする中でどうなるんだということが米国にあったんでしょうか。昨年の末、私も外務委員会に所属しておりましたが、このグアム協定を結んだわけです。当初なかった、こういうものは全くなかったのが、そのもしかしたら政権交代がある中でこのグアム協定が結ばれたという背景があったと思います。ですからそういう中でですね、少し政権交代が起きた中で、アメリカ側としてはやはりこの5月末にきちっとやれるのかという、こういう不安があった。それに総理としては答えるという意味で5月末にとにかく決着をするとおっしゃっている。ですから私はその5月末までにこのグアム協定はきちっと維持する、あるいはここに書かせていただいたことはきちっと守ると、しかしその上でここに書かせていただいていることを協議しようというのを目処が立てばですね、目処を立てることが大事なんだというふうに思います。私は個人的にと迷惑を聞いておりますが、この5月末にはこだわっています。やっぱり約束したことを国民との約束というふうに私は捉えてますので、やるべきだと。そしてそんなにその難しいことではないと思っています。あと20日以上あります。これ皆さんにもかかってるんですよ。マスコミの方々が今の普天間の現状、沖縄の現状、これやっぱりとんでもねえと、アメリカ政府に対してもこんな不条理なことを現行案で絶対ダメだとかね、そういうふうに言うのかと、国民的な議論がやっぱり必要だと思うんです。盛り上がりです。それキューバ危機にしてもギリギリまで待って回避した、歴史にはそういうのがあるんですね。1日あるいは1時間で回避されるというのが。ですから先ほど言ったように可能性があるのであればとことまで追求していく。でそれがやはり国民議論に結びつける、今転換点なんですよ。沖縄本当に転換点、歴史をこう本当に脱皮しようかと日本が試されている時期だというのをマスコミの方も国民に投げかける。政権批判だけではなくてですね、我々の日本の育成が本当にどうなるのか、それを私は皆さんに期待していますので。